北川なう、浅川図です。はい、河辺ーーです。今回はね、X でね、カジュアルおばさんがいたいっていうので、まあ、<laughs> 炎上したんですけれど。ええ。 これはね、えっ、ー、と、黄色のロゴ T シャツに、デニムのパンツとスニーカーっていうスタイルの、このなんだろう、痛い若作りカジュアルおばさんっていう、このね、画像がすごくね、バズったんですけれど、まあ、それに対して、別にいいじゃんとか、カジュアルおばさんですけど、何か問題でもっていう人のね、このリップもいっぱいついたわけですけれど。わ、知り合いもね、結構こぞってバンド T シャツ自撮りしてたね。<laughs> <laughs> これは何、何がダメなんだろうね、これは。黄色の T シャツはなかなか攻めてるよね。まず色だよね。うん。あ、でもピストルズとかね、あれだもんね、あの、有名な。ジャケットのね、黄色のやつのってのあるけれど、まあ、俺もさ、結構バンド T シャツかなり持ってるんだけれど。はいはい。もうなんなら俺今日バンド T シャツだしな。<laughs> 黒が多いよね、でもね。うん。 特にね、メタルは黒ばっかりですよ。<laughs> そうだよね。いや、確かに、バンド T シャツとか探しても、だいたい黒か白で、あんまり黄色ってないなって思うんだけれど。ああ、うちはでもね、何枚かあるな。うん。ワンダースタッフとね、あれ誰だっけな。あの、ハイピスカスが全然やろうとして来なかった。ジャンキーエクセル。うわ、懐かしいね。そう、うん。あれ、あれ黄色だな。ぐらいかな、パッと思いついたの。それは着たことあんの黄色いやつは。 あるよ普通にカジュアルおじさんじゃんそうそうカジュアルおじさん <laughs> あもうちょいおじさんになる前とかもねあそっかそっかそ <う S 2> <laughs> だから逆に今それ着れるかっていう問題だよねこれねああでもあんまり意識しなかったってことはまあ聞いちゃうんだろうねこれあれかなその男性よりやっぱ女性のがちょっと痛く見られんのかねこれね <laughs> うんだってさそもそもほらまあ自分もほらもうアラフィフで まあ、多分、この世代じゃないはい,はいはいはい。ここに取り上げられるような。あのさ、バンド T シャツおばさんじゃなくて、バンドおばさんがそもそも多いから、身近に。ああ、その現役でね。やってるやってる。あ<ー>うん。なんならもう、60、70代になるのとかもいるしね。ゴリゴリハードロックやってる。<laughs> そうね。ラウドレス T シャツの70代はかっこいいよ、逆に。<laughs> あの、もう、お、孫がいるおばあちゃんでさ。いや、俺、こないださ、ついフェスでおとぼけビーバー見てきたんだけどさ。はい。おとぼけビーバー大好きなんですよ。まあ、あの方たちも、まあまあ、お年行かれてると思うけれど。はい。みんな、あれじゃない、チャイナドレスみたいな系、ね。そう,そうそうそう。普通にやっぱかっこよかったけどね。あの、なんか、パンツ丸出しでやってんのがどうだみたいな。外国で一回、問題になったことあったよね。<laughs> あ、なんかそう、結構ね、短いスカートっていうかな。そう、パンチらしそうなラインでは あるけどあのバンドに何ていうかそこを求めてないじゃんね普通ねそうだね <laughs> 激しさの方にね演奏の激しさの方に目が行くから別にそこは気になんねえけどなっていう、うん、あのなんかのまあちょっと前になんかメタリカとかもラジオに出た時になんか最近聴いてるバンドはオトボケビーバーだみたいなんでねすごいねそうそうそうだ結構外国のミュージシャンとかでもね取り上げられるぐらい今人気なんですよね あのー、ほら、昔のところなんか少年ナイフみたいな、ちょっと最近だとチャイとかさ、はいはいはい,はいはいはい。はいみたいな感じで、まあ結構割と外国のミュージシャンにも受けてるだ。そういう、例えば、音ボケビーバーとかの T シャツとかを着てたら、まあ、俺からしたら、あいいセンスしてんなって思うけれど。そうそうちょっとマイナーどこのね。そうそうそう、そうメジャーなやつよりね、なんかさ、あの、うん ユニクロとかたまにコラボやんじゃん。はい,はい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 。はいでさ、ジョイディビジョンの。あ、あの、あの、波形のやつね。波のやつあんじゃん。はいはい。大量になんかユニクロになんか在庫みたいなの飾ってあって、それをあの誰か画像で撮って、終わりの始まりって書いてたんだけどはいはい,はい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 。なんだろうね、あの感覚ね。<laughs> そう。あのー、そのさ、結構デザイナーの20代の子とかがさ、うん、ちょっとマイナーなバンド T シャツとか着てて、 ああ、何そんなの、聞くんだ、みたいなんでさ、ちょっとその話していいみたいなの、飲み会の時とかでさ、話した時に、ああ、いや、僕、このバンド、 っていうか知らないで来てますみたいな <laughs> その時のがっかり感ね。<laughs> デザインがかっこよくて着てるだけっていうタイプのやつね。はいはいあのモーターヘッドとかさあのニルバーナとかね。<laughs> いやなんだったらチェゲバラとかはもう全然興味なくて着てる人もいるだろうからね。<laughs> まあそうねまあ俺にとってなんかチェオバラっていうパロディバー,ードもやってるけどね <laughs>。<laughs> なんかそういうだからアイコンになっちゃってるっていうのはあるからねはいはいだからあのさ公園散歩してるなんかあの d j ホンダの帽子かぶったおじいちゃんみたいなね <laughs> カジュアルおじいちゃんだ <laughs> カジュアルおじいちゃん <laughs> なんかでも一周回ってかっこいいような気もすんだけどな、うん、あ意味分かってなさそうなのにかぶってるっていうねうんでそれでさ話聞いてさそのおじいちゃんなんか d j ンダなんかトラックメーカーとしてリスペクトしてますみたいな返事書いてきてびっくりするけどね, <laughs> ね本当に実は DJ でやってたとかねあのだからさニルバーナのやつなんか多いんだけどさニコちゃんマークみたいなんで目がバッてみたいなやつあんじゃんあれとかも多分知らないで来てる子もいたんだと思うんだよねデザインがかっこいいっていうかそもそもそれがロックバンドだったってわからんあれだねあのさ うちらの世代でもさ、グレイトフルデッドの。あ,あ、熊でしょそう、デッドベアとかさ、あの、なんか、有名な骸骨のジャケットのやつとか。あの時も多分そんな感じだったんじゃないあの、でもさ、カラフルな熊がバーって並んでるやつとか普通にオシャレだもんね。うん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 。それこそさ、グレイトフルデッド好きの人なんてもうだいぶ俺らより年上のはずだから。そうだね。あのさ、 たまにさ、かっこいい、ハーレー乗ってるおじいちゃんの集団みたいな、稼ぎ木とか見かける、あの世代だよね、多分ね。なんだったら、ちょっともうヒッピー入ってるぐらいだよね。そう,そうそうそう。うん。この女性側ってなると、なんか、年に合うような格好しなさいみたいな、同調圧力が強いんだね、まだまだね。まあ、そもそも年に合う格好って何さ、みたいな。そう,そう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 。うん、だあの昔で言うさ、あのー、オバタリアン像みたいなのが、多分うちらの世代のモデル。 じゃない当時で言うところ。の、はい、だからあんななんかさ、パンチパーマに滑稿着着てる、<laughs> あの、こうネギがトートバッグから出てるような同級生、あんま見ないもんな、実際な。<laughs> なんかほんとステレオタイプなおばちゃんだよね <laughs>。うんうんうん。でもなんかあれがさ、結構40中から多分50代ぐらいのモデルが多分そうで、サザエさんに至たってあの子24じゃん、まだ。<laughs> そうね。うん。まあほら、俺ら今年50だけど、同級生の、その、女性見てても全然若々しいもんね。そうだね。だからやっぱり、なんかそのシフトしてるのかな、世代がって気はするよね。その多分服装とかもどんどんカジュアルになってきてるんだと思うんだよね。で、なんかさ、これはさ、今回この炎上したってやつは、それがこう、こういう痛いおばさん、あなたの周りにもいますよね、みたいな切り口だった。 だから炎上ししたわけでしょこれはさ、どっちが若い人が、その目上の人を叩いてるのか、その上の世代が、なんかもういい年なんだからって叩いてるのか、これどっちの目線で、でもこういうなんかファッションとかに関するもんだから、どっちかって若い方がおばさんを揶揄してる感じなのかな。なんかね、これとこう、ついになって、こう、参考になるコーデみたいなのが書いてあって、ええ。 シレットはもっとこうだらしなく見えないようにとかいろいろ書いてあるんだけれどひょっとしたらまあそういう何ファッション系の雑誌っていうかそういうのでそういうふうに書いたんかもしんないよねああうちのかみさんは割と両方あるなカジュアルも着るし <laughs> あのそうねなんかいわゆるそういうなんか森ガールみたいなさああはい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 ,はい、うん なんか、うん、そうねどっちかっていうとなんかあのオリーブとかみたいな格好もしてるけどもなんかか普通ににとかの T シャツも家にあったりするしね、まあ、例えばさやっぱライブなんか行くとさこういうカジュアルおばさんみたいな人いっぱいいるしさ全然違和感ないんだけれど、うん、ちょっとあんまりそんな日常的に女性のファッションをそういう目で見てないから全然わかんないんだけれど、うん、そのお出かけするいわゆるそのお出かけしていくパターンとそうじゃない家の。 っていうほらうちさいないからさ家に女性がいないからそのああ俺もそういや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 ほらカーブル君ってほまあまあ <laughs> 今はさほら娘とか嫁とかいるからわかるけどさあのそもそもなんかそういう環境に生まれ育ってねえからさ母ちゃん見ても別にそういう目線で見ねえしなってもあるじゃん、うん、だからその娘と嫁がいてやっぱりそのああそれはそうだね 一回着替えてってなるわなその家の中では上下のスウェットみたいな感じっていうかああそこまでラフではないけれどもえーそうなんだうんちょっとまあ人によってだいぶ違うんかなっていうまあうん。でマリオツくん1年間まう、あ、ちにいたけれど だいぶラフなスレッドで割とそのまま <laughs> 上下スウェットで外出れるタイプの人っていうか。はい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 。別に俺はそれ全然平気なんだけど中にはそういうカジュアルが3 もないいいいっていうかか許せ人がいるのかねあ<ー>同じ女性からしてもっていうそのだらしないみたいなあの鬼のマナー講師みたいな <laughs> そうそうマナー講師みたいな <laughs> そういう切り口なんかね今回のこれってねああそれもなんかあんじゃないかなんかそういうのが許せないタイプみたいなね川辺君んなんかだって全然別にこんな平気でしょこういう感じの人はああまあむしろね演劇界もっとひどいぞ多分 <laughs> <laughs> まあまあそういうところにね身を置いてるとまあこういう人いっぱいいるからね全然なんていうか違和感ないけれどそうだねあの見慣れ続けてるっていうかまさに多分そういう渦中におるからもう違和感も減ったくれもって感じはあるよねあとこれねまあいろいろこう書いてあるんだけれど、うん えー、時代遅れになってしまったカジュアル服を今でも着ている若い頃の自分を捨てきれないのではっていうこうなんか指摘があるみたいなんだねこれがだから若作りをしてるように見えるっていうけどでもさこれさ、うんまあ、バンド T シャツなんかそうだけどやっぱその青春時代に着いたやつのやっぱ着るじゃん特にさほらバンギャとか多分もうそんなさだって俺とか川尾く君が今頃キングヌーとかの T シャツ着てたら変じゃんどう考えたって。<laughs> <laughs> <laughs> めちゃくちゃすり寄ってんなって。あー、<laughs> ちょっとこびてるか。そうそうそう。ちょっと恥ずかし、いあの、そうだね、そういう意識で来てるとちょっと恥ずかしいね。でしょ だから別に、そのなんていうかな、自分が若い頃に聞いてたやつでいいと思うんだけどね。うん、エビちゃんとか意外とさ、結構若いっつうか、ロッキンとかよく見たりとかしてるから、なんかマキシマム・ザ・ホルモンとかさ、急走猫髪とか、うん、よく来てたりとかするしね。<laughs> でももうあれなんだよね、ま、マキシマム・ザ・ホルモンもまあまあなキャリアだからもう、まあ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 ,まあ、まあ、まあ、そうね、ベテラン中華だけど、うん,うん。まあ まあそうだね、まあ、TPO って話みたいなんだけれどやっぱりデニムとか T シャツってのはそういう何て言うかなまあいわゆるドレスコードとかそういうもんじゃないからっていうことだわなまあねその格好で、まあ、あの結婚式とかね <laughs> 呼ばれたらちょっとねってなるかもしんないけどもさ <laughs> う,んうんそうねなんかそもそも趣味で着るなみたいなのはもうなんか余計なお世話だとしか言えないんじゃないですかね このまあ反発もあったし実際、私、カジュアルおばさんですって言って上げてる画像すげえ若々しい人も実際にいたりするから。うううううん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 、うん あのねそういう人の方がね気持ちが若いっすよやっぱりでもまあまあ結局ねそういうことになるんじゃないかなっていう気はそうそうそう若作りとかじゃなくてさ、うん、なんか着たいもんちゃんと着れてる人っつうかうん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 だかいいんじゃねえかなあまあこれからも着たい服を着るっていうふうにねこのおばさん上等っていうふうに書いてる人もいっぱいコメントが来てるっていうことなんでうんあとまあね時代なんかもいくらでも変わりますから。 でもね、よっぽどなんかそれが気になるんだったらさ、あなたはなんかこう、サゼさんみたいな髪型してカッポギでも着てなさいなって話ですよ。<laughs> まあまあまあね、そう、和服とか着物を着てろって話になっちゃうからね。うん<ー>。我々もね、どっちかっていうと、硬い服を着ることがないからさ、お互いに。そう、そもそもほら、俺が痛いから。<laughs> <laughs> バンド T シャツ未だにね、お互い着てるからね。はい、まさに今ね、あの、ミートバンズって、まあちょっと地元のバンドの T シャツ。ああ、ね、そんなのがあるんだ。はい、あのー、ね、収録してますけど。だってさ、それを言ったらさ、ー辺く君なんてさ、もう自分とこの劇団の T シャツも出してるわけじゃん。ああだって夕方にはね、熟意干渉の T シャツ着替えて多分番組出てますから、<laughs> もう痛い50歳ですよ、もう。カジュアルおじさんだなら、<laughs> 痛いカジュアルおじさん <laughs> で。痛い番組やってますから、もうね。<laughs> もう、どんと濃いですよ、そんな。<laughs> 本人がね、自覚してそれでも何か文句あるんかっていうスタンスであるんだったら全然。ね。もう、小ムサでモードとか着ないですから。<laughs> 知らんけど。例えば古いな、なんかな。そう。<laughs> もうその時点でね、なんかあんまりもうそういうのに興味がないのがバレバレだけ <laughs> 全身黒のね、コムサでモードでね。<laughs> <laughs> すごく頑張って絞り出した小ムサでモードね。あの、肩パット入ってるやつね。<laughs> まあまあまあ、そんな感じでね。うん。なんかこういうね、方に、あの、当てはめようとする方が逆にちょっとダサいぞっていうね。そう。だね。で、なんかそれでさ、なんか人の足元見てディスってるお前のメンタリズムの方がダサいと思うね、これはね。これファッションなんてのは本当に自己主張なんだから、本人が、 かっこいいと思ったを着ればそのな人のレビューとか評価なんか気にせず着りゃいいんだからてめえがなんか多分世間体に自信がないからなんか人のそう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 人の目ばっかり気にしてるとそうなっちゃうわけだよなそのこれはダメあれはダメってなっちゃうんだな着たい服着りゃいいんだようんせっかくさ男よりもほら女性のが選択肢多いわけじゃん服なんてそうなんですよね羨ましいなと思うよねこんなに着る服の種類があるんだっていうのはねでも俺も昔思ったことあのさ 別になんかそういうなんかジェンダーウンターみたいなめんどくさい話じゃなくて、なんで俺ってスカートとか入っちゃダメなんだろうみたいなのね、なんか中学の子とか純粋に思ったことあってあ、スコットランドかなんかでちょっとスカートみたいなのあるよね。あ,あれは清掃だよね、ちゃんとあのバグパイプ服。 ね、あとさ、なんだっけな、あの、お笑い芸人のさ、四千頭身だっけ。あーはいはいはい。あれの一人がさ、ほら、なんか、すげえ尖ったファッションの子がいいんだよね、あの坊主の子は。あーっとね、あ、なんだっけ、あの、聖太海宝。そう、聖高いひょろっとした。で、あの人がね、なんか、スカートとかたまに履いたりしてんだよね、確か。えー、あれだ、都きだ。都築続き続き、都きそう、なんか、うん、腹づく、腹、腹、腹づくって。おら、腹づくい規定だろ <laughs> <laughs>。栃木人だ。 あ、出会ったプロの朝カーズだ。<laughs> そんな、そんなひどくないよ。<laughs> あの、<だ>なかなかだったよ。原宿、原宿の、うん、その若い子なんかは意外とスカート入ってる、あの、男の子なんかもいたりするらしいから。あ、はははは全然いいじゃんね。 っていう,ね、うんあっでもさあのロンドンパンクみたいのでああいうさ、うん、なんかスカートみたいな上からみたいなやつもる、ねはい、そうだね羨ましいよねそういういろいろ取り入れられるっていうのはね,ね,えねえそう考えたらね別にこんな黄色い T シャツ着てるカジュアルおばさんなんて言われても別に何ともね うん、ないんっていうか全然いいじゃんねって感じだけど。そうすよ。もういくつになってもね、着たいものを着ればいいんですよ。だそれで葬式とか着たらびっくりするけれどっていう。まあね、まあね。普段は別にそれでいいじゃんっていうね。うん。やっぱ逆にそういう人たちが羨ましいんじゃないですかね。ああ、そうだね。うん。ということで、えー、今回はね、えー、この X で炎上、カジュアルおばさんは痛いというね、お話でございました。 よろしければチャンネル登録お願いします。